元 GP 第3戦アメリカズ GP がサーキット・オブ・ジ・アメリカズ・コタで開幕。初日のプラクティスでトップタイムを記録したのは、プラマックのホルヘ・マルティンだった。アルゼンチン GP が中止となり、今季南北アメリカ大陸での唯一のレースとなったアメリカズ GP。サーキット周辺は天候に恵まれ、午後にかけて気温は27度まで上昇。 路面温度46度のコンディションで元 GP クラスのプラクティスが開始された。FP1 ではマーベリック・ビニャーレス、アプリリア、がマイクサ・ポルトガル GP に引き続き好調でトップタイム、2分3秒294をマーク。午後のプラクティスが始まると、ライダーたちはまだ全力のアタックという雰囲気ではないものの、 FP1 のトップタイムに序盤から大きく近づいていった。そして序盤10分ほどでマルティンが2分3秒036と FP1 のトップタイムを上回った。ビニアーレスも FP1 における自己ベストを早々に更新し、マルティンに続く2番手タイムを出した。そういったアタックは序盤で一段落。 中盤はレースを睨んだロングランなどそれぞれのプログラムへと移った。ただその中でもビニアーレスとマルティンは積極的な走りを続けた。ビニアーレスはセッション折り返しとなる頃に2分2秒983で暫定トップタイムを記録し、さらにマルティンが2分2秒888でそれを更新していった。 セッションラスト15分は再び各社がタイムアタックを行い、タイムシートの並びは目まぐるしく入れ替わった。そして、ここで0.5秒近くもサーキットレコードを更新する2分1秒397を叩き出したマルティンが、暫定トップに立った。さらにレコードを更新してくるライダーが現れるかが注目される中、快走を見せたのはビニャーレス。 彼はセクター3まで最速タイムを更新するペースだったが、セクター4でわずかに及ばず、0.076秒差の2番手に止まった。他のライダーもアタックを繰り広げる中、ジョアン・ミル、レプソル・ホンダが点灯。一部のライダーはハタの影響を受けることになった。プラクティス最後のアタックでは、コタで7勝を誇るマルク・マルケス。 レシーに、も意地を見せてペースアップ。2分1秒806を記録し、3番手に食い込んだ。マルケス以外ラストアタックでタイムを大きく縮めるライダーは現れず、レコードタイムを更新したマルティンがプラクティストップとなった。2番手がビニアレス、3番手がマルケスとなった。4番手から10番手までは、フランチェスコ・バニアイや、ブカティ。 ヘドロ・アコスタ、ガスガス、アレーシエ・スパルガロ、アプリリア、フランコ・モルビデリ、プラマック、エネア・バスティア・ニーニ、ブカティ、そして VR46 のファビオ・ディジャン・アントニオとマルコ・ベッツェッキという並びで、ここまでが予選 Q2 への直接進出を決めたライダーだ。日本メーカー勢はアメリカズ GP でも苦しい戦いとなっており、 ホンダとヤマハのライダー全員が予選 q 1スタートになった。なおエ CR ホンダの中上隆明はトップから2.5秒差の22番手だった。